って入ってる場所はなかったので。本ちゃん3950になっちゃったね。はい、じゃあ間に入らせてください。はい、そうか、3950ですね。でも様子はまあまあ。今日全然変わらないですね。この間ボンタとあみたいな熊と小太郎が喧嘩して、ええ、喧嘩うわーっともう猫のギャギャギャってやってもう毛が回ってきた時に、はい、入ってこうとしますね。え、この子が熊相手にこんなそんな喧嘩の中に、はい、猫が怖っ、仲裁しようと言ってるんだけど、そういうわけで、そうで、マロも来て、マリも来てもう怪我しないと。え、元は誰と誰なんですって熊と小太郎。熊と小太郎、あれはもう全然相性悪くて、小太郎は去年クレニークレーターの真っ黒猫ですわ。政治さんですね、この子は。まあでも頑張ってますもん ね、 そうですね、体重はちょっと50減っちゃったんですけどね、4000をちょっと前回上がったのに ね、 ね、2回4000だったんですけどね、あれも1回4050円もあったんで、まあ、それあの何かな、うんちがあったりとか、あ、確かおしっこが溜まってたりとか、あれ、おしっこ風がありますね、今。うん、あるね。うん、うんちはそんな溜まってないけど。でも、押し入れの上とか乗ってますからね。それすごいよね、上に乗るってのが。この中の押し入れのもの、衣装ケースの上で隠れてますから。それはでも素晴らしいことですよ。うん、まあ反対に言うと、猫ちゃんが高いところの連分だったら相当もうやばいですけどね。死んだように寝てると生きてるかなって思っちゃう。ドベーとして口がちょっと匂います。まあしょうがないね、これでもまだ減った方なんですよね、本当に、ね、はい、じゃあ今日違うの増やしましたね。そう、今日1回34、もうこれ以上は増やせない、最大限、あ、はい、無理だったら止めてもらいますけど、なんかいけそうっていうから30、今までの感じだと。そうですね、あの家帰ってても自転車乗って帰ってても書いてないんですよね。え、それに関しては一切もう見れば分かるので、ね、だから2回33にしたんだよね、はい、前回とその前とね。いくつまでですか。ですね、200です。なんか300、うん、そうか、ラクちゃんってさ、ラクサやってる？ラクサやってないの？そう、ラクサもやらない。ラクサもやらない。
ターフロー